このタイトルはオーディオブック用に AI 生成された合成音声で朗読されています。本書は高校で世界史を教えている筆者が60分ほどの時間でフランス革命の歴史を読み解けるように執筆しました。高校の授業を少しだけ詳しくした内容であるため、基本的なことからフランス革命について知りたいという方には最適な本と言えるでしょう。特にフランス革命の映画や漫画を見てその歴史的背景を知りたい方、フランスに旅行に行くので歴史について知っておきたい方、高校世界史の授業を復習したい方、世界史の教養を深めたい方などにはおすすめです。1章あたり2分程度でエピソードを楽しみながら読んでみてください。加えて本書を楽しむためのアドバイスを3つ書いておきます。1つ目は歴史用語を無理に覚えようとしないということです。歴史のストーリー、つまりそんなことがあったのかという発見を大切にしてください。2つ目は地図を見ながら読んでみるということです。そして3つ目はインターネットで人物や建造物などを画像検索してみるということです。少し時間がかかってもこれらを確認するだけでイメージがぐっと広がると思います。さあ、新しい歴史の世界の扉を開けましょう。第1章、革命の舞台パリ。フランス革命の舞台となったパリ。フランスの政治、経済、文化の中心地であるこの街は現在どのようなイメージが持たれているのでしょうか。凱旋門から放射状に伸びる12本の大通り、高さ300メートルを超えるエッフェル塔、ルーブル美術館前のガラスのピラミッド、モンマルトルの丘に集う画家たち、シャンゼリゼ通りに並ぶルイ・ヴィトン社などの高級ブティック。1789年にフランス革命が起きた時、パリにこれらは一つも存在していませんでした。このようなパリのイメージはフランス革命後に形成されたものだったのです。イタリアのフィレンツェと並び、花の都と称されるような緑豊かな都市ではなかったというわけです。現在でこそパリは美しい街の代名詞ともなっていますが、フランス革命が起きた当時、街中にはゴミがあふれ、下水道でさえ道の中央部をくぼませただけのものでした。雨が降ればあっという間に汚水があふれたと言いますから、匂いもひどいものだったことでしょう。また現在では近代的な集合住宅が建設されているパリですが、18世紀当時はセーヌ川に架かる橋の上にも住宅が建設され雑然としていました。例えばセーヌ川の中洲して島とその右岸をつないでいるシャンジュ橋には撤去命令が出るほど多くの住宅が建設されていたのです。またフランス革命が勃発する数年前からフランスでは小麦の不作が続いていました。パリでも例外ではなく、パンの価格は高騰し、貧しい人々の中には食料にありつけないものも出ていたほどです。この小麦の不作の原因は1783年に立て続けに起きた世界的な火山の噴火にあると指摘されています。1783年天明3年、日本では浅間山が大噴火を起こしました。この時吹き上げた火山灰が成層圏まで達し、直射日光を妨げたことから凶作へとつながり、天明の大飢饉の要因の一つともなりました。他にも日本では青森県にある岩木山の噴火、またアイスランドではラキ火山の巨大噴火やグリムス・ゴトン火山の長期噴火などがありました。これらの火山噴出物は地球の北半球を覆い、気温の低下を招きます。浅間山の火山灰がグリーンランドの氷河からも発見されているといいますから、かなり広い範囲に火山灰は拡大していたのでしょう。気温の低下は冷害を招きます。フランスでも小麦の不作が続き、この経済的状態がフランス革命の遠因になったという説もあるほどです。私たちの抱くイメージとは程遠い18世紀後半のパリに革命の波は少しずつ近づいていました。第2章、政略結婚。マリ・アントワネットはオーストリアの王女として1755年に誕生しました。オーストリアを統治していたハプスブルク家は多産の家系で知られています。彼女の母マリア・テレジアは生涯に16人の子供を産み、アントワネットはその15番目でした。彼女が7歳の時、神童と呼ばれた天才作曲家モーツァルト、当時7歳がウィーンのシェーンブルン宮殿で演奏会を行いました。この時演奏後にモーツァルトが床で転んでしまうというハプニングが起こると、アントワネットは彼に駆け寄り手を携えて助け起こしたのです。モーツァルトは感謝し、彼女に僕のお嫁さんにしてあげるよと言ったそうです。今思えばアントワネットがこのモーツァルトの微笑ましいプロポーズを受けていれば、彼女の人生は変わっていたのかもしれません。しかしこの出来事から7年後、アントワネットが14歳の時に隣国フランスの王太子ルイのもとへ政略結婚として嫁ぐことになったのです。
当時のオーストリアはフランスとおよそ200年にわたり敵対関係にありました。1740年から始まったオーストリア継承戦争でオーストリアはフランスと同盟を結んだプロイセンに敗北し、石炭や鉄鉱石の産地であるシュレジエンを奪われてしまっていたのです。アントワネットが生まれた翌年、形勢逆転を見越してオーストリアはフランスとの間に同盟を結ぶことに成功しました。敵対関係にあった両国が同盟を結ぶことなど当時としては考えられなかったのでしょう。この出来事は外交革命と呼ばれています。アントワネットとフランス王大使ルイとの政略結婚はこの同盟関係をさらに強固なものにするために行われたのです。1770年4月、アントワネットは母マリア・テレジアに別れを告げ、ウィーンから1570キロも離れたベルサイユ宮殿に向かいました。一行はおよそ1ヶ月かけて移動し、5月14日、フランスのコンピエーニュの森で王大使ルイと初対面します。そしてその2日後の5月16日、およそ6000人の招待客を集めた盛大な結婚式がベルサイユ宮殿の王室礼拝堂で行われました。フランスの王大使ルイは内気な性格でした。趣味は錠前作り、狩猟、読書などであり、結婚当初は活発で天真爛漫なアントワネットとのすれ違いも多かったそうです。アントワネットの父フランツ一世と母マリア・テレジアは当時の王室としては珍しく恋愛結婚でした。アントワネットはそのような二人を見て育ったからこそ政略結婚に対して心に引っかかるものがあったのかもしれません。1774年、先代のルイ15世が天然痘で亡くなると王太子ルイは国王ルイ16世として即位し、アントワネットも王妃となったのです。ルイ16世は20歳、アントワネットは19歳の時でした。第3章、マリ・アントワネットの宮廷生活。マリ・アントワネットがフランスに嫁いだ18世紀後半、ベルサイユ宮殿ではルイ14世が定めた生活上の儀式が固く守られていました。王族は朝の7時に起床した後、さまざまな儀式を経なければなりませんでした。健康診断を終え、服を着ること、ハンカチや装身具を選ぶこと、そして食事までもが儀式化されていたのです。例えば服を着る儀式の際には、その場に居合わせた最も身分の高い貴族から順に下着から渡していくことになるのです。貴族たちからしてみれば、この儀式において王にハンカチを渡したことだけでも一生の誇りとされました。また食事の儀式の際には、水を飲むためにも係の貴族を呼ばなければなりませんでした。宮廷内においても王族は常に貴族に取り囲まれており、話しかけるにも順番が決められていたほどです。このような状況をアントワネットは時間の無駄と感じていたようです。彼女は儀式の見直しも少しずつ進めていきました。朝のさまざまな儀式が終わると、午前中には政務が行われます。そして豪華な昼食を食べた後、午後は宮殿内での自由な時間となります。さらに夜は連日晩餐会や大宴会が催されました。アントワネットは賭け事が好きだったようで、毎晩のように夜会において貴族たちとトランプで遊んでいたようです。ただ賭け事に強かったわけではなく、トランプで負けてしまい、しばしば借金を作ってしまったこともあったようです。アントワネットは宮廷におけるファッションリーダーでもありました。彼女は専属のデザイナーであるローズ・ベルタンと共にアイデアを出し合い、新しいファッションを生み出していきました。彼女が身につけるドレスは貴族の女性の憧れの的となりました。専属のヘアスタイリストも抱えており、夫婦と呼ばれる盛り髪も流行しました。これはまとめた髪の中にクッションを入れて高く盛り上げる髪型のことで、アントワネットの趣味に合わせて流行していきました。またアントワネットは幼い頃から音楽やダンスに興味を示しており、ハープや小型の鍵盤楽器であるスピネットの演奏が得意だったようです。彼女はベルサイユ宮殿内でハープの演奏を披露することもしばしばあったようで、フランスの宮廷や貴族の間でもハープが流行するようになりました。晩年、タンプル島に幽閉された際にも愛用のハープは持っていったそうです。モーツァルトが1778年、フランス貴族であるビーム公爵から依頼されてフルートとハープのための協奏曲を作曲しています。ハープはビーム公爵の娘が演奏したということですが、この背景には貴族の間でハープが流行していた影響があったのかもしれません。このような生活が人々の間に広まり、アントワネットは贅沢三昧の生活をしていると言われるようになっていったのでしょう。確かに結婚当初、彼女の生活は派手で目立っていたのかもしれません。しかしアントワネットも聡明で優しい夫ルイの性格を徐々に理解するようになり、1778年に最初の子供が生まれてからは、
共に手を取り合って政治を行うようになっていきました。第4章、ベルサイユ宮殿の建設。フランス宮廷の浪費はマリアントワネットに発端があると思われがちです。しかし彼女がルイ16世のもとに嫁いだ時より100年ほど前からフランスの宮廷は贅沢の限りを尽くすようになっていました。その象徴とされるのがバロック様式の傑作ベルサイユ宮殿の建設でしょう。ベルサイユ宮殿の歴史は1624年にルイ13世が建設した狩猟のための戸建てから始まります。その後ルイ14世は申請を開始した1661年から本格的に宮殿の建設に乗り出しました。当時パリでは王権に対して大規模な貴族の反乱であるフロンドの乱が起こるなど王にとって居づらい雰囲気があったようです。そこで目をつけられたのがパリから南西およそ 20km の地にあったベルサイユの戸建てでした。着工からおよそ20年後の1682年、宮殿は一応の完成を見ることとなり、宮廷がパリから遷都しました。これに伴いベルサイユには多くの貴族が移住し、人口5万人の大都市として成長していきました。宮殿が最終的に完成したのは、着工からおよそ200年後のことです。ベルサイユ宮殿の庭園内には1400もの噴水が作られました。その中でも宮殿の正面にあるアポロンの噴水は、太陽神アポロンが馬車に乗って海底から現れ、天へ飛翔する姿が彫られた像で知られています。またこの噴水の水はセーヌ川から汲み上げられており、その設備にも多額の費用が使われました。宮殿内にある700以上の部屋の中でも特に有名な鏡の間は、ベルサイユ宮殿の正面2階にある大宴会場です。横幅76メートル、縦幅10メートル、高さ13メートルの巨大な広間で、両隣の部屋とつなげば、1万人の人々を収容できました。一方の壁面にはガラス戸、他方の壁面には17枚の大鏡が置かれ、ガラス戸から差し込んだ光を鏡が増幅させました。夜になると54個のシャンデリアを含む3000本のろうそくで照らし出されたといいます。ルイ15世が長妃であるポンパドゥール夫人のために建設した離宮が1768年に完成したプチトリアノンです。アントワネットはこの離宮をルイ16世から贈られていました。彼女が嫁いだ当時は、ベルサイユ宮殿前の幾何学的なフランス式庭園よりも、自然をそのままの姿で取り入れた農村的なイギリス式庭園が流行していました。プチトリアノンの庭には、アントワネットの好みに合わせて、農園や水車小屋を備えたアモーと呼ばれる農村風庭園が造成され、多額の費用が使われたのです。また、プチトリアノンには王妃の許可なく入ることはできませんでした。アントワネットがここに友人のフェルセン伯爵を招き入れていたことで、人々から関係を疑われる原因ともなったのです。第5章、王室のスキャンダル。フランス国民による王室への信頼は揺らぎつつありました。その原因となったのが、当時流行していたゴシップ誌です。記者たちは王室の贅沢やスキャンダルを人々が面白がるように書いたため、マリアントワネットは赤字夫人というあだ名までつけられてしまうのです。このような状況の中でフランス王室に対する民衆の信頼が失われてきたことを露呈した出来事が世に言う首飾り事件です。ことの発端は1785年8月、宝石商がアントワネットが購入したという首飾りの代金を請求したことから始まりました。この首飾りは先代のルイ15世が愛称のデュバリー夫人のために作らせていたものでしたが、160万リーブル現在の価格で十数億円という高値であることに加え、王が亡くなったため買い手がつかない状況になっていたのです。宝石商はこれをアントワネットが購入したと聞いていたのですが、アントワネット自身に購入した覚えはありませんでした。それどころか宝石商はかつてアントワネットに購入を打診していたのですが、アントワネット自身は値段が高すぎるという理由で購入を断っていたのです。この事件の一人目の関係者がロアン・スー・キ教という人物です。スー・キ教とはローマ教皇に次ぐカトリックの高位聖職者ですが、彼は贅沢な暮らしで知られ、また政界への出世欲も強かったため、アントワネットから心よく思われていませんでした。何とかアントワネットに近づいて政界への進出を果たしたいと考えているロアン・スー・キ教の前にある人物が現れます。この人物がこの事件の2人目の関係者、ラモット伯爵夫人です。彼女はかつてのフランス王家であるバロワ家の末裔であることをアピールして宮廷に入り込んでいました。そしてアントワネットと話をしたこともなかったにもかかわらず、王妃と親しい友人であると嘘をつき、ロアン・スー・キ教と距離を縮めていきます。
ラモット伯爵夫人の目的はルイ15世が作らせていた首飾りを手に入れることでした。そこで伯爵夫人はロアンス騎教にアントワネットが首飾りを購入したがっているという偽の情報を与え、購入の仲介役を提案します。そしてアントワネットのサインが入った偽の書類も準備したのです。枢機卿からしてみれば、首飾り購入の仲介役としてアントワネットに近づける絶好の機会というわけです。結果として枢機卿は騙され、伯爵夫人は首飾りを手に入れることになりました。さて、宝石商が首飾りの代金を請求したことで事件は明るみになり、ラモット伯爵夫人とロアン枢機卿は逮捕されます。特に枢機卿は事態を理解せぬまま、ベルサイユ宮殿において人々の目前で捕まってしまったのです。その後、裁判は進み、枢機卿は無罪、伯爵夫人は終身刑となりました。この事件をゴシップ誌が面白く書き立てたため、事態は思わぬ方向に向かいます。民衆は、アントワネットが愛人であるロアン枢機卿に首飾りの購入を頼んだに違いないと思い始めます。そしてこのような宮廷の浪費が民衆の貧困を招いていると主張し始めるのです。この首飾り事件により、民衆の宮廷に対する不信は決定的なものとなっていきました。第6章、財政難の深刻化。16世紀から18世紀にかけて、フランスはヨーロッパの政治や文化の中心でした。三権分立を唱えたモンテスキューや、諸国の君主に思想的影響を与えたヴォルテールが登場し、ディドロやダランベールにより百科全書が編纂されました。またヨーロッパの貴族たちはフランス語を話せることは当然でした。人々はカフェで政治や文化について議論を繰り広げ、新しい思想や世論が形成される土壌を作っていきました。貴族や上流階級の女性はサロンを主催し、そこには文化人、学者、芸術家などが招かれ、多くの政治や文化に関する議論が交わされました。また17世紀から18世紀にかけて、フランスは多くの対外戦争に介入しました。17世紀には30年戦争、161848年、南ネーデルラント継承戦争、166768年、オランダ戦争、167278年、ファルツ戦争、168897年、18世紀にはスペイン継承戦争、171113年、オーストリア継承戦争、174048年、7年戦争、175663年と次々に介入したのです。同時期にはイギリスと北アメリカの支配をめぐり戦争を繰り広げ、1689713年、最終的にはフレンチインディアン戦争で敗北しました。またインドの支配権をめぐり、イギリスとカーナティック戦争、174461年、やプラッシー戦い、1757年を戦い敗北しています。このようにフランスは立て続けに戦争に介入しましたが、十分な成果を得られないままでした。つまり戦費ばかりがかさみ、国家財政は危機に瀕していったのです。極めつけは1788年にアメリカ独立戦争に介入したことでした。フランスはカリブ海で生産されたサトウキビの市場としてアメリカの独立を支援しましたが、結局はフランスの国家財政を圧迫することにつながってしまったのです。また18世紀後半に産業革命に成功したイギリスからは、安価な工業製品がフランス国内に流入しました。フランスの工業はイギリスと比べると未熟であったため、工業製品はどうしても高値になってしまいます。フランス国内ではイギリスの製品ばかりが売れることになり、フランスの産業は大打撃を受けました。一方、多くのフランスの民衆たちは財政赤字の原因をマリアントワネットの豪華すぎる生活のためであると信じていました。このようにアントワネットに非難の矛先が向いてしまった原因の一つに、ルイ16世の真面目すぎる性格があったのではないかとも考えられています。歴代のフランス国王には長妃と呼ばれる愛人たちがいました。これまで政治上で何かしらの問題があった場合、民衆の非難の矛先は長妃たちに向かっていたのです。しかしルイ16世には長妃がいなかったため、非難の矛先が王妃であるアントワネットに向かってしまったのです。第7章、3つの身分。フランス革命当時、フランスの人々は3つの身分に分かれていました。第1身分と呼ばれた聖職者、第2身分と呼ばれた貴族、そして第3身分と呼ばれた平民です。第1身分と呼ばれていた聖職者とは、キリスト教に関する職に従事している人々のことです。
フランスでは特に多数派を占めているカトリックに関わる司教や司祭神父などのことを指しています。また聖職者は貴族出身の高位聖職者と平民出身の下位聖職者に分けられました。高位聖職者は国王から金銭が授与されていたため、下位聖職者と明らかな待遇の格差がありました。第二身分と呼ばれた貴族も聖職者と同じように豊かに暮らしている貴族と、狭い土地しか持てずに決して豊かであるとは言えない貴族まで様々であり、貴族同士の対立もありました。フランス革命ではしばしば自由主義貴族と呼ばれる貴族が登場します。彼らは宮廷内での貴族同士の対立の末に敗北したため、反体制の考えを標榜するようになりました。また豊かに暮らしていた富裕貴族であったため、王に経済的に依存しなくても済んでいたのです。彼らがフランス革命を率いていく貴族となっていくのです。第三身分と呼ばれた平民は都市で生活する市民と農村で生活する農民に分けられます。市民はさらに経済的に豊かな有産市民と貧しい無産市民に分けられます。有産市民はブルジョワジーと呼ばれ、特権商人や大地主などの上層ブルジョワジー、新興の商工業者などの中層ブルジョワジーがいました。無産市民は労働者や職人などの下層市民であり、サンキュロットと呼ばれていました。キュロットは当時の貴族や一部のブルジョワジーが履いていた半ズボンのことです。サンはフランス語のがないという意味の言葉なので、サンキュロットとは貴族が履いていた半ズボンを履かない人たちという別称でした。農民には富農もいましたが、4分の3以上は貧農でした。特に領主に支配されていた農民は多額の税に苦しんでいたのです。農民が領主や教会に支払わなければならなかった税は農業生産額のおよそ 10% に及んでいたと考えられています。第8章、アンシャンレジームの矛盾。旧制度アンシャンレジームとは、16世紀からフランス革命前までのフランスにおける社会制度及び政治制度のことです。特にフランス革命前は身分制度における矛盾が色濃くありました。フランス革命勃発時のフランスの人口はおよそ2500万人と考えられています。そのうち第一身分聖職者は約12万人、人口比 0.4% ほどであり、第二身分貴族は約40万人、人口比 1.6% ほどでした。両者は税を支払わなくてよい権利、年金を受領する権利、上級の官職につける権利などを有していたことから特権身分と呼ばれていました。この人口の 2% ほどである特権身分がフランス全土の土地のおよそ 40% を所有していたのです。これに対して第三身分は人口の約 98% を占めていました。その内訳は、市民が総人口の約 13%、 農民が総人口の約 85% だったのです。つまり当時のフランスの人口のほとんどは貧しい人々が占めていたにもかかわらず、そのような貧しい人々が重税を支払い、特権身分は免税特権により私腹を肥やしていたのです。財政難のフランスにおいて、金を持っている人々が税を払わず、金を持っていない人々が税を支払わなければならないというアンシャンレジームの矛盾が露呈していたのです。当時このような社会制度に対して人々の不満も高まっていました。平民出身の下位聖職者の一人にシェエースという人物がいます。彼はフランス革命勃発後に第三身分、つまり平民に味方したことでも知られています。シェエースはフランス革命が起きた1789年に出版した第三身分とは何かというパンフレットで、第三身分とは何か全てであると記し、第三身分こそが国民の代表であるということを訴えたのです。そして第三身分について権利においては無であり、彼らは何者かになることを求めているとも記しています。第三身分とは何かは当時の身分制度を痛烈に批判し、世論にも大きな影響を与えました。彼はフランス革命の重要な局面にたびたび登場し、革命を動かしていった政治家の一人でもあるのです。一方で彼はギロチンの犠牲にもならずに革命期を生き延びたことから、革命のモグラというあだ名までつけられました。第9章、財政改革の失敗。フランスにおける財政破綻はアメリカ独立戦争への参戦1778年により決定的なものとなりました。これに先立ち1774年に財務長官に就任して財政再建を担っていたのが従農主義者のチュルゴーでした。従農主義とは、農業により国の経済を豊かにしていこうという経済思想のことです。そして国が経済活動に介入すべきではなく、
個人や企業の自由な経済活動を重んじるという自由放任主義の立場を取っていました。シルゴーによる財政再建の方法は財政収支のバランスを取る政策です。つまり収入よりも支出が多くなると財政赤字になるため宮廷の支出を減らそうとしたのです。また収入を補うために今まで免税されていた特権身分への課税も主張します。他にも商取引の自由化、国内関税の廃止や中世以来の組合組織であるギルドの廃止を主張しました。しかし特権身分ばかりか改革の結果に不安を抱いた職人や農民からも反発を受けてしまい1776年に辞職に追い込まれ改革は達成できませんでした。その後1777年に財務長官に任命されたのはスイス出身の銀行家であるネッケルでした。ネッケルの主張はチルゴーの政策と大きく変わりません。彼はフランスの財政再建のために宮廷の質素倹約および特権身分への課税が必要であると主張したのです。このような主張から彼は平民からの人気は高かったものの特権身分からの反発は大きく免職されてしまいます。1787年には国王の諮問機関である名士会も改革案を拒否し財政改革は行き詰まってしまったかに思えました。再びネッケルに白羽の矢が立ったのは1788年のことです。民衆による王妃への不満が高まる中平民に人気の高いネッケルを起用することで王家への信頼を取り戻し財政改革を断行しようという意図があったのです。ネッケルは財務長官に再任用される条件として議会の召集を提案しました。ネッケルには民衆の間に様々な主張があっては財政改革など行えないという考えがあったのでしょう。一方で特権身分も彼らへの課税を主張しているルイ16世の権限を制限するために議会の召集に賛成します。また第三身分も特権身分への課税のために議会の召集に賛成しました。このような経緯で開催された議会がフランスの身分制議会である三部会です。第10章三部会の紛糾。18世紀末特権身分への課税問題を解決するために召集されたのが伝統的なフランスの議会である三部会です。これは聖職者、貴族、平民の代表者からなる身分制議会であり最初に開催されたのは1302年のことでした。しかし絶対王政の強化のために1614年を最後として開催されてはいませんでした。1789年5月5日175年ぶりに三部会が開催されることになりました。第一身分聖職者、第二身分貴族、第三身分平民の代表者がベルサイユ宮殿に召集されたわけです。各身分の出席者数は第一身分が308名、第二身分が285名、第三身分が621名でした。ただし第三身分の代表者数はネッケルの提案により従来の倍となっていました。また彼らには聖職者のシェエスや貴族のミラボーなど改革に理解を示し他の身分から離脱したものも含まれていました。各身分の主張を整理しておきましょう。第一身分は特権身分ですからもちろん課税されることには反対です。第二身分も同様に反対です。第三身分はこれまで貧しい自分たちが税を負担してきたわけですから特権身分が税を負担すべきであると考えていました。三部会では伝統的に身分別議決法が取られてきました。これは1身分1票合計3票で争うという議決方法です。これに従えば特権身分への課税に対して反対2票、賛成1票ということになり特権身分には課税しないということになります。しかし第三身分は個人別評決、つまり1人1票を主張します。この方法で投票すれば第一身分と第二身分が全員課税に反対したとしても593票、第三身分は621票ですから特権身分への課税が実施されるということになります。つまり従来通りの身分別議決法で投票するか、あるいは第三身分の主張するように個人別評決で投票するかで結果が違ってしまうのです。そのため三部会は投票方法をめぐり紛糾することになりました。第三身分は身分別議決法によるすべての審議を拒否し特権身分と対立しました。そして妥協策が見つからないまま1ヶ月以上が経過することになります。第11章革命の考え方。さてここでフランス革命のストーリーを一時中断し革命とはどのようなものなのか理解を深めておきましょう。当時のフランスの人々を経済的状態で分類すると富裕な順に国王、貴族、聖職者、ブルジョワジー市民、
サンキュロット賞市民、農民と4階層になります。ブルジョワジーは都市における経営者などを、サンキュロットはその日暮らしをしているような労働者をイメージしてみてください。フランスでは当初、国王が絶対的な政治的権力を持っていましたが、様々な事件や出来事を通してこの権力が徐々に貴族、聖職者、ブルジョワジー、サンキュロット、農民へと下がっていくのです。このように権力が経済的富裕層から貧困層に下がっていくことを革命と呼びます。また逆に、一度下がった権力が経済的富裕層に戻っていく場合もあります。このような状況を反革命あるいは反動と呼びます。各階層はそれぞれ異なる政治的主張を持っています。つまり理想としている政治体制が異なるわけです。国王は絶対王政、つまり国王が絶対的権力を振るうことができる政治体制を理想としています。貴族、聖職者は立憲君主制、これは王の存在は認めるのですが、王には権力を持たせないという政治体制のことです。こうすることで自分たちが政治的に優位に立てるようにしたのです。ブルジョワジーは穏健的な共和制を理想とします。共和制とは、王が存在せず政治上のリーダーを国民から決める政治体制のことです。穏健的とは、ルイ16世が王を辞めてくれれば十分であり、処刑しようとまでは思っていないということです。一方、サンキュロット、農民は急進的な共和制を理想とします。急進的とは、ルイ16世が王を辞めただけでは納得できず、処刑しようとまで考えているということです。そして各階層の理想的な政治を実現するために、政党が結成されます。国王の意見を代弁した政党を王党派と言います。貴族、聖職者の意見を代弁した政党がフイアン派です。自由主義貴族や富裕市民層が中心となり、1791年に結成されました。国民議会が結成された時期にフイアン派は存在していませんが、国民議会では事実上このフイアン派にあたる人々が権力を持っていたことになります。ブルジョワジーの意見を代弁した政党がジロンド派です。商工業ブルジョワジーを中心としており、立法議会の時代に権力を握ります。そして最下層のサンキュロット、農民の意見を代弁した政党がジャコバン派、山岳派です。国民公会の時代に権力を握り、民衆を処刑するなどの恐怖政治を行いました。その後、ジャコバン派による恐怖政治は民衆の反感を買い、権力が一つ上の階層に戻ることになります。これがテルミドール9日のクーデタであり、テルミドール反動とも呼ばれます。これによりブルジョワジーが権力を握り、総裁政府が成立することになりました。やや概念的になりましたが、フランス革命の推移を理解していくためには必要な知識ですので、理解を深めてみてください。第12章、テニスコートの誓い。3部会が紛糾して1ヶ月以上が経過した6月17日、一部の特権身分の議員が第3身分の議員と合流し、彼らのみがフランス国民の代表者であることを確認し合います。そして正式に3部会から離脱し、彼らの議会を国民議会と名付けるのです。平民たちが国王を無視して新たな議会を作ろうとしているこのような動きに対して、ルイ16世は危機感を持ちます。国民議会結成の動きに対抗するため、ルイ16世は3部会の議場を強硬的に閉鎖します。これに第3身分を中心とした議員たちも黙っていたわけではありません。6月20日、これらの議員はベルサイユ宮殿に隣接した屋内テニスコートに集結し、憲法を制定するまで国民議会を解散しないことを誓い合います。そして実際に憲法の制定に着手し、7月9日には議会を憲法制定議会と改称します。本書では国民議会という名称で統一して記述します。憲法が制定されれば王権は制限され、これまで歴代の王が言ってきたような絶対王政を行うことはできません。つまり、王といえども法に従って政治を行わなければならない、あるいは王という存在が政治的な意味を持つため、それ自体が法により規定されることになるのです。さて、第3身分議員に合流した一部の特権身分について復帰しておきましょう。そもそも第1身分にはシェーエスのように平民出身の司祭も数多くいました。シェーエスについて言えば、彼は聖職者でありながら三部会では第3身分の代表者だったのです。彼らは平民に理解を示しており、国民議会の結成時には多くの第一身分が第三身分に合流したのです。また第二身分の中には自由主義貴族と呼ばれる人々がいました。彼らは現状の絶対王政に否定的な立場を取る貴族たちのことです。つまり立憲君主制や
国王以外の人々の権利が認められるべきであるということを主張している貴族です。この考えは裏を返せば、これからの世の中は国王が権力を持つのではなく、貴族が権力を持つのだという発想にもつながっていきます。実際に国民議会を率いる人々は、第三身分出身の聖職者シェエスや第三身分代表として三部会に出席していた自由主義貴族ミラボーでした。国民議会は平民の味方を自認している聖職者や自由主義貴族が率いていたがゆえに、その政策は完全に平民のためのものとはならなかったのです。第13章、暗躍する自由主義貴族。ここではフランス革命中に活躍した自由主義貴族としてミラボーとラファイエットを紹介しながら、彼らの考えに迫っていきましょう。ミラボーはフランス革命初期の指導者の一人です。巨体、長髪、天然痘の跡が残る顔、義眼の固めといった独特の風貌を持ち、革命のライオンと呼ばれました。伯爵家の出身でしたが、若い頃は放蕩生活を送っており、怒った父が王に訴えたことにより投獄されてしまいます。このために三部会には貴族として立候補できず、第三身分の代表として立候補しました。しかし貴族らしく、国民議会の議員になった後も理想とする政治体制は立憲君主制でした。ミラボーはフランス革命が始まった2年後、1791年に急死してしまいます。そしてこの翌年、チュイルリー宮殿から発見された文書により、革命の進展を阻止するためにルイ16世と密通していたことが明らかになりました。1791年の憲法がルイ16世に不利にならないように、つまりフランスが立憲君主制になるように密約を結び、民衆に隠れて暗躍していたのです。ラファイエットは公爵家に生まれますが、彼が2歳の時に父親が7年戦争で戦死してしまいます。20歳の時に彼は義勇軍を率いてアメリカ合衆国の独立戦争に参戦しました。ラファイエットは後にアメリカ合衆国初代大統領となった総司令官ワシントンの参謀として活躍し、アメリカ合衆国の独立に貢献したのです。ただしこれは父親の復讐という意味合いが大きかったようです。ラファイエットはフランス革命が始まると国民衛兵の司令官に任命されます。1789年にはフランス国旗の原型を考案したり、人権宣言を起草したりするなど、革命に賛同しながらも一方で立憲君主制の立場を貫きました。1791年にはシャンドマルスの虐殺といわれる共和派の弾圧を主導し、同年に制定された憲法に立憲君主制が採用されることにつなげました。またフランス革命が終わったずっと後、1830年のフランス7月革命の際には、共和制を主張する人々の前に登場して彼らを説得し、ルイ・フィリップを新たな国王に据える立役者となりました。この時、ラファイエットはすでに70代になっていました。彼は生涯を通して立憲君主制の立場を貫き、フランス政治史に大きな影響を与えた人物になったのです。第14章、バスティーユ牢獄の襲撃。1789年6月に発足した国民議会の目的は、平民たちが中心となって憲法を制定し、聖職者や貴族との間に生じていた不公平な状況を改善することでした。しかしこの国民議会の主張に対して、聖職者や貴族の中にも賛同する者が現れ始めました。しかも聖職者にはシェエスのように平民出身者が少なからずいたため、その流れは止まりませんでした。このような動きに対してルイ16世は国民議会の解散を企てます。平民の暴動に備え、パリ周辺には3万の軍隊が集められていました。そして王妃マリアントワネットは、平民のためにばかり動いている財務長官ネッケルの罷免をルイ16世に進言し、7月11日とうとうネッケルは罷免されてしまいます。この知らせは翌日には平民たちの間に広がりました。平民たちにとって頼みの綱であったネッケルが罷免されたわけですから、彼らの怒りは頂点に達します。平民たちは国民議会を守るために国王と戦おうというわけです。そのような中、13日には廃兵院に多くの銃が、バスティーユ牢獄には火薬があるという話が人々の間に広まったのです。7月14日朝6時、民衆は廃兵院を襲撃し、およそ3万2000挺の銃を奪い取りました。その後、民衆はバスティーユ牢獄に侵入します。この時、バスティーユ牢獄側の発砲により民衆に死者が出てしまい、事態は悪化することになりました。牢獄の司令官ドローネーは捕虜となり、市庁舎まで連行されますが、
興奮した民衆により殺害されてしまいます。パリ市長フレッセルも殺害され、両者の首は民衆により槍の穂先に突き立てられ、パリ市内を引き回されることになりました。バスティーユ牢獄は14世紀にパリ防衛のための要塞として建設されましたが、フランス革命当時は牢獄として7人の罪人偽札犯など詐欺師4名、狂人2名、砲塔1名を収容しているに過ぎませんでした。この牢獄は高さ30メートルの城壁と幅25メートルの堀で囲まれており、82人の老兵と32人のスイス人傭兵が配置されていました。民衆は牢獄の罪人7名を解放し攻撃を開始します。この事態がルイ16世に知らされたのは夜遅くのことでした。この日のルイ16世の日記が何もなかったという記述だったことはしばしば取り沙汰されますが、報告を受けたのは日記を書いた後だったのです。事態を重く見たルイ16世は翌15日に軍隊の撤退を約束、16日にはネッケルを再び財務長官に呼び戻し、17日にはパリを訪問して国民衛兵の創設や新市長バイの就任など民衆の改革を認めることになりました。バスティーユ牢獄はパリの民衆にとって圧政の象徴でした。つまりこの牢獄への攻撃はこれまでの王による政治的権威の失墜を意味したのです。牢獄が襲撃された7月14日は現在フランス国民にとって革命記念日とされています。第15章、封建的特権の廃止。バスティーユ牢獄の襲撃に伴う混乱は地方にも波及しました。特に農村では養子貴族が農民たちに対して陰謀を企んでいるのではないかという噂が広まり、農民の暴動が頻発したのです。自衛した農民たちは領主の官を襲撃し土地台帳を焼き捨てました。また商人や高利貸しが襲われるなどの騒動も繰り返し起こりました。このような状況がフランス全土に拡大し大恐怖と呼ばれるまでになったのです。1789年8月4日、貴族であるノワイユ子爵の提案により国民議会は大恐怖の収束を目的として封建的特権の廃止を宣言しました。封建的特権とは中世以来領主が農民に行使してきた様々な特権を指します。例えば領主は自身の領内で農民が罪を犯した場合、その農民を裁く領主裁判権を持っていました。また農民は収穫物のおよそ 10% を教会に納めなければならないという10分の1税も負担していたのです。封建的特権の廃止においてはこの領主裁判権や10分の1税などが廃止されることになりました。これに加え特権身分が長らく持っていた免税特権の廃止も決定し、収入に応じて納税することが取り決められました。しかしこのような封建的特権の廃止は場合によっては領主の生活を困窮させてしまいかねません。領主の収入源は農民が支払う時代だったためです。当然ながら農民は領主から土地を借りて農作業を行い、その対価として時代を支払っているのです。もしこの封建的特権の廃止が第三身分の一端をなす農民のことを考えて行われていれば、領主の土地を分割して農民に分配するということになるでしょう。そうすることで農民が自らの土地を持つことができ、時代を支払う必要がなくなるからです。しかしこの政策の提案者は貴族であるノワイユ子爵です。領主の不利になることは行えません。またそうは言っても農民の機嫌も取らなければならないわけです。そこで出された案が時代のみは優勝で廃止するというものでした。これはもし農民が土地を取得したいならば、時代を廃止したいならば、時代の20年から25年分を一括で領主に支払わなければならないというものです。そもそも貧しい暮らしをしている農民にとってこのような金銭的余裕があるわけではありません。そのため土地の取得ができた農民はほとんどいませんでした。一方でいくつかの封建的特権が廃止されたことは農民にとっても好意的に受け入れられたのでしょう。この政策を機に大恐怖は収束していきました。第16章、人権宣言の採択。フランス革命の大きな成果の一つとしてフランス人権宣言が挙げられます。この中には17世紀から18世紀にかけてのヨーロッパで形成され現代にもつながる人権思想が数多く盛り込まれました。起草者は自由主義貴族ラファイエットです。彼はアメリカ独立戦争にも従軍しており、人権宣言は彼がアメリカから持ち帰った革命の精神を具現化したものといえます。通常は人権宣言という名で呼ばれていますが、正式名称は人権及び市民の権利宣言といい、
1789年8月26日に国民議会により採択されました。また1791年に採択されたフランス最初の憲法の全文にもされています。人権宣言では全体を通して自然権の考えが貫かれています。自然権とは自由や平等など場所や時代に関係なく人間に与えられるべき権利のことを言います。人権宣言では早速第1条で人は自由かつ権利において平等なものとして出生しかつ生存すると述べられているのです。さらに第2条では政治的欠乏の目的を自然的な諸権利自然権の保全にあるとし、その権利を自由、所有、安全及び圧政への抵抗としています。ここで述べられている圧政への抵抗は17世紀のイギリスの思想家ロックがその著書統治理論の中で述べた抵抗権のことです。抵抗権とは人々の代表であるべき政府が人々の権利を侵害するような行為を行った場合、人々はその政府に対して抵抗することができるという権利のことです。この思想は1776年に出されたアメリカ独立宣言にも明記されました。第3条ではあらゆる主権の原理は本質的に国民に損すると国民主権について言及しています。この条文からは王から国民に主権が移るという歴史的な大変革を人権宣言が担っていたことがうかがえます。これはフランスの思想カルソーの唱えた人民主権の影響です。他にも王でさえも法に従わなければならないという法の支配や犯罪や刑罰はあらか自明法により規定されていなければならないという罪刑法定主義、意見や表現の自由、一機関への権力の集中を防止する権力分立など現代世界で当然と思われている思想や権利が人権宣言には集約されているのです。そして最後の第17条では所有権は神聖で不可侵の権利でありと所有権の不可侵について規定しています。人権宣言では所有権も自然権の一つとされているのです。さてこの人権宣言に女性の権利について明記されていないと主張した人物がいます。劇作家でフェミニズムの先駆者として知られる女性宮司です。例えば当時女性は議会に参加することができず法律を作成する際に女性の意見が反映されることはありませんでした。これでは真の自由や平等は達成されないとして彼女は1791年に女性の権利宣言を刊行し女性は権利において男性と同等であると主張しました。その後彼女は独裁政治への批判などを繰り返した結果1793年にギロチンで処刑されることになってしまいます。第17章ベルサイユ行進。1789年10月5日バスティーユ牢獄の襲撃から3ヶ月後フランス革命を代表する大事件の一ついわゆるベルサイユ行進が起こります。この原因は様々な経済的な問題がパリの民衆に降りかかったことにあります。バスティーユ牢獄の襲撃後パリでは失業者が急増していました。これは民衆の力を恐れたパリの貴族が国外亡命をしたり田舎へ逃げて行ってしまったりしたために貴族のための贅沢品を作っていた工場が打撃を受け多くの労働者が解雇されたことが理由です。ルイ16世は公共事業を計画しバスティーユ牢獄の取り壊しなどに失業者を充てました。8月には2万2000人の失業者が公共事業で働いていたという記録もあります。また農村における小麦の不作からパンの品不足が発生しておりパン屋には連日長い行列ができていました。民衆に中にはパン屋を脅迫しパンを手に入れようとする者さえ現れていたのです。10月5日生活に不満を抱えた女性がパリの市庁舎に集結しルイ16世が住むベルサイユに向けて出発しました。一行はパンを要求しながら7000人もの集団に膨れ上がったのです。これには多くの女装した男性も参加しました。これは女性であるならばこのような行動が罪に問われないと考えられたためです。ベルサイユに到着した女性たちは議会や国王に代表者を送りパンの要求を受け入れさせましたが彼女たちの要求は終わりませんでした。彼女らはルイ16世のパリへの帰還も求めていたのです。翌6日群衆の一部がベルサイユ宮殿内に侵入し兵士に鎮圧されるまでに発展します。国王一家は宮殿のバルコニーに姿を現しこの鎮静化を図ろうとしますが群衆は国王のパリへの帰還を要求します。ルイ16世は躊躇したものの議会によってパリへの帰還を促されます。そして荷車に小麦を積んだ女性たちと共に国王一家はパリのチュイルリー宮殿へ向かうことになりました。この後
一家は民衆の監視下に置かれることになり、二度とベルサイユ宮殿に戻ることはありませんでした。第18章バレンヌ逃亡事件。1791年6月20日、革命の急進化を恐れた国王一家がフランスから王妃の故国オーストリアへの逃亡を図りました。いわゆるバレンヌ逃亡事件です。この大きな引き金となった出来事が、国王と議会の調停役であった自由主義貴族ミラボーの急死でした。そもそもルイ16世はフランス国民の心を理解できていなかったのかもしれません。自由主義貴族が中心となった国民議会が革命に傾倒していく中で、国民の心までもが革命に向かっていってしまい、国王と民衆をつなぐ唯一のパイプ役であったミラボーの死を受け、国王は完全に四面楚歌になってしまったと思ってしまったのでしょう。国民議会が制定しようとしている憲法への不安もあったに違いありません。しかしまだ民衆はルイ16世に対する信頼を完全に失ったわけではありませんでした。宮廷の浪費があろうと、アンシャンレジームの矛盾があろうと、ルイ16世はフランスを代表する国王に違いなかったのです。ところがルイ16世は革命の急進化を恐れて命の危機まで感じてしまったのでしょう。国王一家は逃亡を決行します。一家は深夜チュイルリー宮殿を出発し、オーストリア領ネーデルラント現在のベルギーとの国境の町モンメディを目指しました。チュイルリー宮殿で側近たちが国王一家の不在に気づいたのは翌21日の朝7時頃であったと言われています。国王一家は21日午後4時頃、目的地まで残り110キロの町シャロンに到着します。一行はここでブイエ公爵が率いる護衛隊と合流するはずでしたが、予定が大幅に遅れ、護衛隊はすでに撤収していたのです。この遅延の原因は、一説によればパリを離れて警戒心が薄くなったルイ16世が豪華な馬車を見に集まってきた民衆と談笑したり、子供たちと遊んだりしていたためと伝えられています。また目的地まで残り80キロの町サントムヌーでは、馬車駅の駅長ドルーエに正体を見破られ、彼の追跡を受けることになります。そしてこの日の深夜0時頃、国王一家は目的地まで残り50キロの町バレンヌで捕まってしまいます。一家はパリのチュイルリー宮殿に連れ戻され、軟禁状態に置かれました。逃亡後、外国軍の力を借りて絶対王政を復活しようとしたルイ16世の計画は失敗に終わったのです。この逃亡事件の失敗により、フランス国内ではルイ16世に対する国民の不信感が増大してしまいます。信頼していた国王が自分たちと祖国を捨てたわけです。国民は失望感を拭うことができませんでした。そしてフランス国外からは、フランスで起きている革命に干渉が入ります。マリー・アントワネットの兄にあたるオーストリア皇帝レオポルト2世はプロイセンと共同でピルニッツ宣言を発布し、ルイ16世への王権の回復とその救援を各国に呼びかけたのです。革命は大きな局面を迎えました。第19章憲法の制定と立法議会の成立。バレンヌ逃亡事件の前後、国民議会は様々な政策を言っています。逃亡事件の前年、1790年には中世以来続いてきた商工業者の組合制度であるギルドを廃止します。これにより商工業者に営業の自由が認められました。また聖職者に対しては教会財産の国有化と聖職者の公務員化が行われます。さらに度量衡単位の統一が宣言され、1799年にメートル法が正式に採用されることにつながりました。1791年9月3日、ついにフランス初の憲法が制定されました。国民議会が憲法を制定するまで解散しないことを誓い合い、憲法制定議会と解消してから2年の歳月を経て悲願を達成したわけです。ただしこの憲法は国民議会を牛耳る自由主義貴族の考えが強く反映されていました。彼らは革命が起こるまでは国王の子分のような存在でしたが、革命の勃発により自分たちが力を握ることができる可能性が見え始めたわけです。自由主義貴族たちは理想の政治体制を立憲君主制と考えました。これは国王の存在は認めるものの、憲法により国王の権力を制限することで国王のやりたい放題は認めないという政治体制です。憲法により立憲君主制が規定され、絶対王政の可能性はなくなりました。貴族たちは国王の存在を後ろ盾として政治を自由に動かしていこうとしたのです。また制限選挙も規定されました。性別や納税額に関係なしに誰もが選挙に行ける普通選挙ではなく、賛
男性権に一定の制限を設けている点も貴族の考えが反映されていると言ってよいでしょう。これにより貧しい人々の意見は政治に反映されず、貴族や富裕なブルジョワジーの意見が政治に色濃く反映される土壌が形成されたわけです。当時の議会は目的を達成すると解散し、また改めて議員を募るという方法をとっていました。国民議会の目的は憲法を制定することでしたから、憲法の規定により国民議会は解散されます。そして制限選挙により改めて議会が召集されました。この選挙では旧議員の再選は許されておらず、当選した議員たちの平均年齢は下がりました。この新しい議会は立法議会と呼ばれます。立法議会では立憲君主制を主張するフイアン派と穏健共和制を主張するジロンド派が対立しました。フイアン派は自由主義貴族や富裕なブルジョワジーを支持基盤としており、ジロンド派は商工業を営む中流ブルジョワジーを支持基盤としていました。またフイアン派とジロンド派の中間層も多くおり、彼らは政治情勢に左右されやすく、その時々でどちらの意見に加担するのかを決めていました。立法議会では当初はフイアン派が力を持っていましたが、徐々にジロンド派が優勢になっていきました。第20章ラマルセイエーズ。1792年4月、立法議会のジロンド派内閣はオーストリアに宣戦布告を行いました。これによりフランスとオーストリアの間で戦争が行われることになります。開戦の原因は1791年にオーストリアとプロイセンが共同で出したピルニッツ宣言です。この宣言はフランス王の地位の回復や革命政府の非正当性を主張していました。いわばフランスで行われている革命に対して反対の立場を表明したものです。これに対してジロンド派内閣は革命の推進を訴えて開戦に踏み切りました。この時期フランスでは国王に権力を戻そうと王党派が反乱を起こしたり、フランスから外国に逃げていった亡命貴族に対してオーストリア政府は支援を言ったりしていました。ジロンド派内閣はこのような状況を打開したいとも考えていたのです。一方でルイ16世も開戦に賛成していたとも言います。ルイ16世にとってはこの戦争でフランスが勝っても負けても有利になる側面がありました。もし戦争に勝てばフランス国民は王に対して信頼を高めるかもしれません。たとえ負けてしまっても革命の崩壊を期待できたのです。戦争が始まるとオーストリアはプロイセンと同盟を結びました。フランス軍は国内が混乱状態であることに加え、革命の推進に否定的であった貴族の司令官が戦意に欠いていたため当初から劣勢でした。一方でプロイセン軍を率いていたブラウンシュバイク将軍は有能な人物であり、砲兵隊は当時のヨーロッパで最高の技術と言われていました。これに対して立法議会は祖国は危機の中にあると非常事態宣言を発し、義勇兵を募りました。義勇兵とは軍に所属している兵ではなく自ら兵隊となった志願兵のことです。するとフランス各地から義勇兵が集まってきたのです。この時南フランスから来たマルセイユ国民衛兵という義勇兵たちが歌っていたライン新軍歌がラマルセイエーズとして後にフランスの国歌となりました。これは以下のような歌詞です。革命中の歌だけあって過激な内容であることがわかります。いざ祖国の子供たちよ、栄光の日はやってきた。我らに対して暴君の血に染まった旗は掲げられた。暴虐な兵士たちの叫び声が荒野に轟くのを聞け、彼らは迫っているのだ。我らの子や妻を殺そうと武器を取れ、市民よ、隊を組め、進め進め、我らの畑を汚れた血で満たすまで。義勇兵たちは苦戦しますが、1792年9月、パリの東部 200km ほどのバルミーにおける戦いでプロイセン、オーストリアの連合軍に初めて勝利します。プロイセン軍に従軍していたドイツの文豪ゲーテは義勇兵たちが常備軍に勝利した状況を目の当たりにして、この日この場所から世界史の新しい時代が始まると書き残しています。ゲーテは世界史の大きな転換点の真っ只中に立っていることを理解していたのでしょう。第21章王権の停止。オーストリアとの戦争の最中、ついに国王の権力が停止されることになりました。このきっかけは王妃マリアントワネットがフランス軍の情報を敵国オーストリアに流しているのではないかという疑いが強まったためです。戦争の際に本来ならば国民の中心となるべき王家が敵国の味方をしていたとなれば、
それは国家犯罪になりかねません。また王妃の要請を受けたプロイセンが国王に危害が加えられればパリを破壊するという圧力をかけてきたことも要因となりました。1792年8月10日、国民衛兵とサンキュロットは国王一家が滞在するチュイルリー宮殿を襲撃し、多くの死傷者を出しながら一家を逮捕しました。いわゆる8月10日事件です。国王一家はこの後断頭台で処刑されるまでタンプル島に幽閉されることになりました。立法議会は王権の停止を宣言し解散します。翌月にはフランス初の男性普通選挙により国民公会が招集され、王政の廃止と共和制が宣言されました。国民公会は当初はジロンド派が主導していました。しかし1793年6月に民衆の蜂起によりジロンド派が議会を追われると、ジャコバン派の主導により恐怖政治が行われることになります。ジロンド派のリーダーであったブリストは同年10月亡命に失敗して処刑されました。ジャコバン派の名前の由来は1789年にパリのジャコバン修道院で結成されたジャコバンクラブと呼ばれる政治組織によります。この組織は正式名称を憲法友の会といい、これには後のフイアン派、ジロンド派、ジャコバン派が所属していました。しかし1791年のラファイエットによる共和派に対する武力弾圧シャンドマルスの虐殺を契機に立憲君主派が脱退してフイアン派を形成します。また1792年には穏健共和派が脱退してジロンド派を形成しました。このためジャコバンクラブには急進共和派のみが残ることになり、彼らのことをジャコバン派と呼ぶようになったのです。またこのジャコバン派は会議場の最も高い位置に座席を占めていたため山岳派とも呼ばれていました。第22章ルイ16世の処刑。1792年12月11日ルイ16世の裁判が始まります。国民公会における裁判は1ヶ月以上続き、1793年1月18日に判決が下されました。罪状は公的自由に対する陰謀及び国家の安全の侵犯というものでした。国王は満場一致で有罪とされ、さらにジャコバン派は国王の死刑を提案します。ジロンド派は死刑に反対しましたが、投票の結果、賛成387票、反対334票というわずかな差で死刑が可決されてしまいます。しかし賛成派の中には、すぐには処刑せずに、これからのルイ16世の態度を見て結論を決めたいという条件をつけた者が26名おり、彼らが反対派に回れば、実質的には賛成361票、反対360票という驚くべき結果となりました。そこで死刑執行の猶予について投票が行われ、猶予なし380票、猶予あり310票で死刑が確定したのです。1793年1月21日午前10時、2万人の民衆が集まる革命広場でルイ16世の処刑が執行されました。最後の言葉は、私は無実のうちに死ぬ、しかし私はこれに関わる全ての人を許そうというものでした。ギロチンによりルイ16世の首が切り落とされた瞬間、広場は静寂に包まれましたが、共和国満載という声とともに民衆は歓喜に包まれたということです。さてルイ16世の処刑の際に用いられたギロチンは、1791年に議会に呼び出された一切の拷問を禁止するという布告を受けて1792年に導入されたばかりでした。この名称は考案者の名前ギオタン人 ULLOTIN から取られています。彼は国民議会の議員であり医師でもありました。そして死刑執行の際に苦痛が少なくなるような処刑器具としてギロチンを発明したのです。ギロチンが発明される以前の処刑方法は、執行人が罪人の首を斧で切断する斬首刑が主流でした。もし執行人が斧を振り上げた際、罪人が恐怖のあまり少しでも動けば斧は後頭部など思わぬところに食い込んでしまい、罪人は極度の激痛の中その場で首を切り落とされなければなりませんでした。ギロチンは人道的な処刑器具として1981年にフランスで死刑が廃止されるまで正式な処刑器具として用いられました。1793年10月16日にはマリアントワネットの死刑が執行されました。裁判では公金の横領、反革命的行動、外国君主との通帳、バレンヌ逃亡事件などが追及されました。彼女は処刑される直前、ルイ16世の妹エリザベートに対して手紙を書いています。そこには、夫に会うために死刑を宣告されたと思っていること、
夫と同様に威厳を持って最後を迎える覚悟ができていること、子供たちに対しては互いに助け合って生きていくようにということなどが書かれています。ところどころが涙でにじんだこの自筆の手紙はエリザベートに渡されることはなかったようで、ジャコバン派の指導者であるロベスピエールの遺品の中から発見されました。彼女の最後の言葉は、断頭台の上でよろけて執行人の足を踏んでしまった際に、ごめんなさい、わざとではないのですよというものだったと伝えられています。第23章、ルイ17世の生涯。ルイ16世とマリ・アントワネットの間には4人の子供が生まれました。1人目は1778年、アントワネット23歳の時に生まれた第一王女マリ・テレーズ・シャルロットです。マリ・テレーズはアントワネットの母マリア・テレジアのフランス語読みで、彼女の名前から取られました。そして1781年には王太子ルイ・ジョゼフ、1785年には第二王子としてルイ・シャルル、1786年には第二王女ソフィ・ベアトリクスが生まれます。子供が生まれてからアントワネットの生活は落ち着きを見せ始めました。彼女は家族との生活を大切にするようになり、ルイ16世との仲も深まっていったといいます。ところが一家6人の幸せな生活も長くは続きませんでした。1787年に第二王女ソフィ・ベアトリクスは生後11ヶ月で亡くなり、1789年の三部会における議論が続く中、王太子ルイ・ジョゼフが7歳で亡くなってしまいます。これに伴い第二王子ルイ・シャルルが4歳で王太子となりました。このルイ・シャルルがルイ17世となる人物です。国王一家は1789年のベルサイユ行進の際にベルサイユ宮殿からパリのチュイルリー宮殿に移され、1792年の8月10日事件を機にタンプル島へ移されます。このような中でもルイ16世とマリ・アントワネットは幼い2人の子供たちに勉学を教え続けていたといいます。1793年、ルイ・シャルルは父ルイ16世の処刑に伴い7歳にしてルイ17世となります。しかしフランスの歴史においてはルイ16世が処刑される前に共和制が宣言されているため、ルイ17世が国王としてフランスを統治したわけではありません。彼はフランスの王家であるブルボン家の系譜の中に存在しているに過ぎないのです。ルイ17世は父の処刑後、母、姉、叔母から離され、国民公会の命令によりジャコバン派の靴屋であるシモンに引き渡されました。シモンの役割はルイ17世を過激な共和主義者に育て上げることだったと言われています。シモンはタンプル島においてルイ17世に革命派の服を着せ、革命の歌を教え込んだといいます。また貴族を罵倒する言葉を教え、飲酒を強要したり体罰を与えたりもしました。シモンはほどなくして党派間の抗争に巻き込まれ処刑されます。母のアントワネット処刑後もルイ17世はタンプル島の独房に閉じ込められ、食事も十分に与えられず、服も洗濯してもらえない、排泄物も処理してもらえないという日々を過ごしました。この生活はおよそ1年半の間続きましたが、その後彼は保護され医師の診察を受けることができるようになります。しかし虐待されてきた生活の影響は大きかったのでしょう。1795年、タンプル島にてわずか10歳で息を引き取りました。ルイ16世とアントワネットの間に生まれた子供たちのうち、天寿を全うしたのは捕虜交換でオーストリアへ引き渡され72歳まで生きた長女のシャルロットのみだったのです。第24章、大仏大同盟の結成。フランス国王ルイ16世の処刑はヨーロッパ諸国の国王らを震撼させました。もし今フランスで起きていることと同じことが自国で起これば、自分たち国王が処刑されてしまうかもしれないのです。国王や貴族に不満を抱えた人々は各国に少なからずいるものです。したがって国王らはフランスで起きていることは異常事態であり、革命は愚行であるということを自国の民衆にアピールしなければなりませんでした。そのためにもフランスの革命政府を倒す必要があったのです。こうして1793年に結成されたのが史上初めてとなる大仏大同盟でした。大仏とはフランスに対抗するという意味です。この大仏大同盟を呼びかけた人物はイギリスのピット首相です。彼は若干20歳で財務大臣、24歳でイギリス首相にまで上り詰めた若き天才です。彼の呼びかけによりイギリスをはじめオーストリア、プロイセン、スペイン、オランダ、サルデーニャ、現在のイタリアなどが呼応し、2月13日に大同盟の結成に至りました。
この後、同盟を結成した諸国とフランスは戦争状態に入ります。イギリスのピット首相が大仏大同盟結成に乗り出した理由はルイ16世の処刑以外にもありました。それはルイ16世処刑の翌月、フランス軍がベルギーに侵攻したことでした。当時ベルギーは独立国ではなくオーストリア領でした。そしてベルギー北部に位置するオランダはヨーロッパ金融の中心地であり、イギリスの金融界とも強い結びつきがあったのです。もしフランス軍がオランダまで到達してしまえば、イギリスの経済的打撃は必至です。これを食い止めるためにもイギリスは大同盟を諸国に呼びかける必要性があったのです。さて、このような状況をフランスも指を加えてみていたわけではありません。同年2月24日、徴兵制を実施します。これによりフランスでは30万人規模での歩兵が行われました。この動きに対して、フランス西部のバンデー県では、王道派の貴族や聖職者が徴兵制に反発した農民たちを集めて反革命の運動を展開しました。国民公会は反乱参加者の弾圧を支持し、多くの農民が虐殺されることになりました。反乱は大規模なものだったため、平定されたのは1795年でした。第25章、ロベスピエールの登場。国民公会では当初ジロンド派が主導的な立ち位置にありました。このような中でジャコバン派は実質的に政府の役割を果たしていた公安委員会の権限を拡大し、行政活動の監視を強化します。これにジロンド派が反発すると、ジャコバン派はパリのサンキュロットたちの力を借り、議会からジロンド派の議員を追放して、1793年6月に独裁権を握ったのです。ジロンド派の多くの議員は逮捕され、処刑されていきました。このジロンド派の追放を主導したのは、ジャコバン派の指導者マラーでした。彼は医師でもあり、また過激な発言でも知られた政治家でした。マラーは皮膚病を患っており、治療のために入浴する習慣があったそうです。1793年7月13日、ジロンド派を支持する25歳の女性シャルロット・コルデが彼の元を訪れました。マラーは入浴中であったため何度か断ったそうですが、夕方、ついに面会を許します。入浴中のマラーと面会したコルデは、その数分後に彼を刺し殺しました。彼女はマラーを殺害することで、革命の行き過ぎを止めようとしたと考えていたのです。ジャコバン派で人気を博していたマラーが暗殺されると、代わって主導権を握ったのはロベスピエールでした。1758年にパリの貧しい弁護士の家に生まれたロベスピエールは、20歳の時、ルソーに出会います。ルソーは1755年に出版された著書人間不平等起源論の中で、人間が不平等になったのは私有財産が原因であるとして、絶対王政下のフランスを強く批判しました。その影響を受けたロベスピエールは、31歳で三部会の議員となり、国民議会の結成にも参加しました。また立法議会では、院外からジャコバン派を指導し、仮想民衆の側に立った主張を展開しました。その後、ジャコバン派のリーダーとなり、サンキュロットの要求を受け入れた恐怖政治を展開していくのです。1793年7月以降、ロベスピエールは公安委員会の主導権を握り、反革命容疑者の逮捕や革命裁判の促進を図りました。反革命容疑者のリストは、警察の任務を担当していた保安委員会により作成されました。そしてロベスピエールの独裁政治に反対する多くの人々が反革命容疑者として革命裁判所に送られ、ギロチンで処刑されていったのです。第26章、ジャコバン派の政策。ジャコバン派の支持基盤はサンキュロットと呼ばれる小市民および農民たちなど経済的に最下層の人々でした。そのためジャコバン派はこのような貧しい人々のための政策を言っていくのです。特筆すべき政策は1793年6月に彼らが主導して制定した憲法でしょう。これは通称1793年憲法と呼ばれ、国民主権や男性普通選挙制などが盛り込まれました。特に男性普通選挙制は21歳以上のすべての男性に選挙権を付与するもので、憲法の条文として書かれたのはフランス初でした。しかし、対外戦争の活発化や反革命の動向を理由として、この憲法下で男性普通選挙が実施されることはありませんでした。また1793年11月から革命暦と呼ばれる暦も施行されます。これはフランスで共和制が開始された1792年9月22日を起源として、1年間を1ヶ月30日の計12ヶ月に分けたものです。
このような分け方では1年間が360日で終わってしまうため、残りの5日間はサンキュロットの祝日とされました。この暦が制定された目的はキリスト教的な時間枠からの脱却です。フランス革命は富裕層であった聖職者への対抗から反キリスト教としての側面も持ち合わせていました。また月の名前には自然ものが当てられました。例えばテルミドール9日のクーデタで知られるテルミドールは現在の7月下旬8月上旬にあたり熱の月と訳されます。またブリュメール18日のクーデタで知られるブリュメールは現在の10月下旬から11月上旬にあたり霧の月と訳されます。この暦の使用は1806年1月にグレゴリウス暦に戻るまで続きました。理性の崇拝も反キリスト教の運動の一環としてジャコバン派の指導者の一人であるエベールらを中心に行われました。キリスト教に代わる新しい信仰対象として理性が導入されたのです。この宗教祭典は1793年10月にノートルダム大聖堂で行われましたが、フランスにはキリスト教を信仰する仮想民衆も多くいたため、その反発を危惧したロベスピエールにより反対されました。エベールはその後ロベスピエールと対立を深めていき処刑されてしまいます。そしてこれに伴い理性崇拝は収束していきました。第27章恐怖政治と民衆の離反。恐怖政治とはロベスピエールが中心となっていったジャコバン派による独裁政治のことです。反革命の動きを見せる者やロベスピエールに同調しない者は次々にギロチンで処刑され、その数はおよそ1万6千人に上ったと考えられています。また1794年6月にはフレリアール法が制定され、革命裁判が弁護や予審を省いて行われるようになりました。これにより裁判の迅速化が図られ、処刑者は急増していきます。ロベスピエールの独裁政治に対しては公安委員会の内部からも反感を持つ人々が現れました。また国民公会の議員の中からも処刑されることを恐れた人々が密かに反ロベスピエール派を形成していくことになります。さらにジャコバン派の支持基盤であるサンキュロットや農民からも離反する動きが現れました。民衆の心をつかんだかに思えたロベスピエールでしたが、ジャコバン派の政策に対して民衆の不満は膨らみつつあったのです。このような動きが結果的にジャコバン派による独裁政治を終わらせていくことになります。サンキュロットの反感を生んだ政策は1793年5月に制定された最高価格令でした。これは貧しい民衆が困らないように生活必需品や食料の最高価格を定めて物価が上がりすぎないようにした政策でした。しかし物価が安く抑えられてしまうことで、ただでさえ貧しいサンキュロットは働いても稼げないという状況に陥ってしまったのです。また農民が革命の進展に反対するようになったのは1793年7月から行われた封建時代の無償廃止と呼ばれる政策が原因でした。これは農民が領主に支払う時代を無償で廃止するという政策で、結果的に農民は土地を手にすることができるようになったのです。ジャコバン派は農民による支持拡大を狙っていたのですが、彼らはそれと真逆の考えを持ち始めました。農民たちは土地を手に入れることで満足し、これ以上革命の進展を望まなくなったのです。つまりこれ以上革命が進むと政府が土地を国有化するのではないかと警戒し始めたわけです。これを農民の保守化と表現します。第28章テルミドール9日のクーデタ。1793年からロベスピエールにより行われた恐怖政治もあまりにも行き過ぎた独裁政治に対する反発のために終わりを迎えることになります。何よりもロベスピエールがジャコバン派の同志であったエベールやダントンを処刑したことの影響は大きかったのでしょう。エベールはジャーナリスト出身の革命家でした。彼はジャコバン派の過激派であり、民衆向けの新聞を発行して仮想民衆の支持を得ていました。理性崇拝の中心となり非キリスト教の運動を展開しましたが、その過激な発言からロベスピエールと対立し処刑に追い込まれてしまいます。ダントンは弁護士出身の革命家です。彼はジャコバン派の保守派であり、ブルジョワジー階級にも理解がありました。恐怖政治が農民やサンキュロット寄りの考え方に大きく傾倒していくことに反対していたのです。このためロベスピエールと対立して処刑に追い込まれてしまいました。断頭台へ連行されるダントンはロベスピエールを見つけた際に、お前も俺の後からついてくるさとつぶやいたと伝えられています。1794年の革命暦テルミドール9日7月27日、ロベスピエールは反対派によるクーデターを受けて逮捕されます。ロベスピエールの右腕とも称され、
革命の大天使の異名を持つサンジュストも逮捕されました。クーデターは大乱闘となりました。ロベスピエールが逮捕される際には兵士が撃った弾丸が彼の顎に当たり骨が砕け飛んだというエピソードが残っています。自殺未遂説もあります。その夜ロベスピエールは牢獄へ移送され翌日サンジュストらと共にギロチンで処刑されました。これにより国民公会内でジャコバン派は力を失い代わって穏健共和派が主導権を握ることになっていきます。ジャコバン派の恐怖政治によりおよそ1万6千人もの人々がギロチンで処刑されました。しかしそれを主導したロベスピエールも理念なしに粛清を言っていたわけではありませんでした。彼には理想としている社会がありました。それは各人が土地や小さな仕事場、店舗を所有し家族を維持しながら各々が作った生産物を仲間と直接交換するような小生産者による平等社会でした。ロベスピエールについては独裁政治ばかりが強調されがちですが黒人奴隷制度の廃止、小農民に対する土地の分配、貧しい労働者に対する労働組合結成の認可など弱い立場の人々に対する政策も言ったのです。彼は王侯貴族による権力の横暴を嫌い、ジャコバン派による政治の推進を自己の使命と考えていたのでしょう。第29章、総裁政府の成立と革命の終焉。テルミドール9日のクーデターからおよそ1年後、国民公会により新しい憲法が採択されました。採択された年から1795年憲法と呼ばれます。この憲法には、フランス革命期の恐怖政治を繰り返さないため、独裁を防ぐ様々な考え方が取り入れられていました。特徴的な項目としてはまず、選挙権に財産資格を設け、制限選挙を復活させたことです。ジャコバン派による独裁政治は、サンキュロットや農民といった人々の支持のもとに行われました。このような階層の人々に選挙権を与えると、再び独裁政治が行われ、貴族を中心とした階層が命の危機に瀕するかもしれません。人々の生活も大きく混乱します。そのため、選挙に際して最下層の人々を参加させないという政策を行ったのです。実際にこの憲法に基づいて成立した総裁政府は、経済統制を廃止したり、自由貿易を推進したりするなど、市民階級ブルジョワジーの考え方に基づいた政策を行いました。また極端な権力分散も行われました。1795年憲法では、議会を二院制にすることや、三権分立により権力を分散することも規定されました。そして5人の総裁が置かれたのです。これには、独裁になりにくいという利点もありますが、その一方で総裁同士の意見が食い違えば、物事がなかなか決まらないという欠点も併せ持つのです。案の定、総裁政府が成立してからの政治は不安定なものとなりました。バシニアと呼ばれる紙幣を増発したため、物価が上昇するインフレーションが起きてしまい、貧しい人々の生活は苦しくなってしまいました。また、政府の力が不安定であることを背景として、権力を国王へ戻そうとする動きや、逆に農民やサンキュロットに引き落とそうとする動きが起こります。権力を国王に戻そうとする動きとしては、1795年にパリで起きた王党派の反乱が挙げられます。1795年憲法に基づいた新しい議会において議員の3分の2は国民公会の議員で構成するという決定に王党派の人々が反発して武装蜂起を行ったのです。しかしこれは軍隊により鎮圧されてしまいました。権力を農民やサンキュロットに引き落とそうとする動きとしては、バブーフの陰謀と呼ばれる事件が挙げられます。バブーフは土地台帳の管理人だったのですが、その際に農民の貧しい生活に心を痛め、彼らを何とかできないかと考えたのです。バブーフは農民に土地を均等配分し、私有財産制を廃止した平等社会の設立を目指して、秘密結社を結成し蜂起を企てます。しかし1796年、計画は事前に発覚してしまい、バブーフは処刑されてしまいました。このような動きに対して決定権が不安定な総裁政府はうまく対応することができません。こうなると政府を揺るがすような動きがあった際には軍人が武力で抑え込むという方法を取らざるを得なくなってしまうのです。ここで登場するのがフランスの軍人ナポレオン・ボナパルトです。イタリア遠征やエジプト遠征で名を馳せたナポレオンは1799年エジプト遠征から戻ると、政治的に不安定な総裁政府を倒し、統領政府と呼ばれる軍事独裁政府を樹立します。この出来事はブリュメール18日のクーデターと呼ばれ、
これにより事実上フランス革命は終焉することになりました。第30章、国民国家の形成。フランス革命を通してフランスでは国民意識の形成が進みました。これは自分たちはフランス国民であるというフランス人によるフランスへの帰属意識のことです。1789年に出された人権宣言の第3条では国民主権について述べられています。これはこれまでのようにフランス国王でなくフランス国民がフランスの今後について決めていけるのだということを示しているのです。このような過程を経て国民意識が醸成されていったのです。国民意識を持った国民により構成された国家を国民国家と呼びます。国民国家においては国民意識を醸成するための取り組みが行われていきます。例えば国語教育がそうです。フランス革命期には国民意識を高めるためにフランス語の教育が強調され、地方の方言や少数語は禁止弾圧されました。また徴兵制もそうです。1793年、国民公会が対外戦争に対して30万人規模の歩兵を実施したように、自分たちの国は自分たちで守るという考えも生まれてくるのです。義務教育もそうです。これは全ての国民をフランス人として教育していくことなのです。フランスで本格的に教育改革が始まったのは1881年からですが、すでにフランス革命中にも国家による公教育が目指されていました。国家や国旗の制定も国民国家には不可欠です。フランスでは革命中に国家や国旗の原型が形成されました。国民国家の形成を目指す動きを国民主義と言います。英語ではナショナリズムと言いますが、逆にナショナリズムを日本語に訳そうとすると、国民国家の形成を目指す国民主義、多民族の支配下にある民族が独立を目指す民族主義、他国を犠牲にしてでも自国の拡大を図る国家主義という3つの訳語が生まれてしまいます。これらナショナリズムの考え方は19世紀から20世紀の世界を考えていく際に重要な概念になります。フランス革命はヨーロッパでナショナリズムが誕生する契機となりました。そしてこの思想をナポレオン・ボナパルトが戦争を通してヨーロッパ中に広めていくのです。フランス革命、そしてナポレオン戦争後、世界中はナショナリズムに翻弄されていくことになるのです。後書き、かつてベトナムのホーチミン市を訪れた時、戦争小説博物館で政治犯の処刑に使用されていたギロチンが展示されているのを見て、言葉では表しようのない恐ろしい気持ちになったことを覚えています。フランス革命当時、死の象徴とされたギロチンで、ルイ16世、マリアントワネットをはじめ、ロベスピエールなどの多くの政治家、そして科学者ラボワジェ、詩人アンドレシェニエなど、最後はどのようなことを思い処刑されていったのかと考えざるを得ませんでした。フランス革命ではギロチンにより多くの人命が奪われましたが、その死刑執行を一手に引き受けていたのが代々死刑を執り行ってきたサンソン家の4代目シャルル・アンリ・サンソンでした。死刑執行人と聞くと恐ろしい精神の持ち主なのかと思ってしまいがちですが、彼は死刑廃止の嘆願書を何度も提出したことがある死刑廃止論者だったのです。死刑執行人という家系に生まれれば、将来はその職を継がなければなりません。職業選択の自由もなく、偏見の目で見られながらも、シャルル・アンリは独学で医学を学び、刑罰を執行した罪人に対しては自ら治療も行っていたといいます。他者を思いやる心が大きかったがゆえに、彼は精神をすり減らしながら職務を執り行っていきました。自らが、そして自分の子孫が辛い死刑執行人という職から解き放たれるためには、死刑廃止という方法しかなかったのでしょう。フランス革命中、人間の生と死について最も深く考えた人物は死刑執行人だったのかもしれません。2023年夏。